教えてもらいました。こちらの特徴は0歳から18歳までの子育て支援の場ということで、ここにセンターを置いています。バリアフリーで床暖房安心快適、2階にもプレイルームがあるプリン、多くの方が利用できるようにと思っていつもオープンにしています。どんな企画が人気ですか？エアロビクスをしましたり、それから寄せ植えをしたり、お母さんがちょっと子育てから離れてリフレッシュしたいと思われる講座はやっぱり人気があります。でその時は子どもさんは職員が預かりますので、それはもう本当に人気がありますね。お絵かきパンダ先生、子どもの似顔絵添削するよ。パンダポー。お、今週も可愛い絵がいっぱいやな。どれも愛情が詰まった素晴らしい絵やな。それじゃ、添削いってみよう。お、この絵は丸い輪郭と髪の毛の生え方がよう似てます。妹が生まれてから僕寂しかったんだ。あったかいな、お母さんに抱っこされるの久しぶり。なんてまだまだ甘えん坊が抜けない新米お兄ちゃんにも見えるな。お、この絵は髪の毛のツヤツヤっとした感じとしっとりとした眼がよう描けてます。お、これがジャパニーズ畳、素晴らしいインテリアですね。なんてホームステイに来た海外からの学生さんにも見えるな。どれどれどれもこれも素晴らしい絵やな。まだまだ続くよ。お、この絵は女の子らしい眉毛と丸いほっぺが特徴を捉えてます。お前メガネ外したら可愛いじゃんと部活終わりのすっぴんをサッカー部のエースに褒められてはにかんでいるようにも見えるな。お、この絵は黒目がちなお目目と凛々しい輪郭がよく特徴を捉えてます。スペインリーグは俺を受け入れてくれるのか、シュートの神様来週もでっかい夢にキックオフ。なんてサッカーヒーローアニメの主人公にも見えるな。またね。子育てサークル CM。 子育てサークルの CM が無料でできるコーナーだプリン。今日のサークルさんは音楽で遊ぼさんです。彦根市で活動している音楽で遊ぼうです。第2火曜は音楽療法士の先生と一緒にふれあいの館で活動しています。第4火曜日は場所を変えて季節を取り入れて遊びをしています。滋賀県在住の方なら誰でも参加いただけます。気軽に参加してください。サークルでは音楽遊びを通して親子の触れ合いや視覚、色彩感覚、触覚などを刺激しています。
このドレミパイプはリズム感を養いながらストレス発散にもなるんだって。無料でテレビ CM したい子育てサークルさん募集、応募はこちら。待ってるプリン。子育て相談ランナーズハイ。このコーナーではオレンジおばちゃんが子育ての悩み相談をランニングしながら答えます。なぜならオレンジおばちゃんこと里内智子さんは立東市子ども発達支援課タンポポ教室の主任保育士として発達障害を持つ家庭の支援に当たりながら、琵琶湖一周オレンジリボンたすきリレーなど走ることで児童虐待防止を PR する団体 CFR 琵琶湖の代表さんなんです。質問はアミーチュスタッフのタックルくんが聞きに行きます。今日もオレンジおばちゃんがランニングしています。タックルくん、よろしくね。オレンジおばちゃん、ランニング中すみません。タックルくん、悩み相談あるんですけど、聞いてもらっていいですか？ありがとうございます。早く寝かそうと思うが、なかなか寝てくれないって言いそうなんです。はいはい。あのね、朝早く起こされたらどうやろう。うん、で生活リズム整えていくっていうのが一番いいんちゃうかなと思います。うん、でそれと、夜9時から12時の間が、成長ホルモンのゴールデンタイム。できればその時ぐらいには寝ててほしいな。あ、なるほど。うん、じゃね。ありがとうございます。おさらい。子供がなかなか寝ない時は朝早く起こしてあげて生活リズムを整えてあげましょう。夜9時から12時の間は成長ホルモンのゴールデンタイム。成長ホルモンの分泌が活発になるので、この時間を目安にして寝かせてあげるといいんだって。オレンジおばちゃん、ありがとうございました。子育て相談ランナーズハイ、質問大募集。オレンジおばちゃんに答えてもらいたい子育ての質問をメールで送ってね。アドレスはこちら。タックルくんが聞きに行くよ。次回もお楽しみに。新すくすく寸分テレビ収録参加者募集。プリンに会える、ママロボやバルーン王子さんも。11月9日金曜10時半から立東市地域子育て支援センターコンズへ来てね。バルーン王子さんだよ。風船で工作するよ。パパさん、ママさん、子供のために作ってあげてね。パパパパ風船、ママママ風船、パパならできる、ママならできる、やればできるよ。風船の犬を作ってほしい。風船でライオンも作れるの。一番子供センター、楽しいよ。今日ですくすくスムラストでした。たくさんの人に祝福されて本当に幸せです。元気な赤ちゃん産んで戻ってきますので、よろしくお願いします。私ケーキさん、12月にママになります。お休み中も番組やブログで近況を報告していきます。よかったら応援してくださいね。